日は身も心もホッとするようなじゃがいものそぼろあんを作ります。やっほー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 。まずは豚ひき肉を炒めます。火にかけます。油を引かなくてもひき肉から油が出るので油は入れませんよ。じゃがいもの煮物なのにフライパンでできちゃうんですね。鍋を出さなくていいから嬉しいですよね。肉の色が変わったらここでじゃーん、薄力粉を使うよ。片栗粉で、普通ね水溶き片栗粉でとろみをつけるんだけど、片栗粉だとやっぱり次の日水っぽくなっちゃうんですよ。でも薄力粉だったらずーっととろみがついたまま次の日もとろっとしてるんです。薄力粉が馴染んだらあとは全部入れるだけです。まずはじゃがいも、脱水、お水、酒、砂糖、醤油、かつおだしの素、おろし生姜、みりんみりん、全部入れたらまずは先に沸騰させて、煮立ってきたら弱めの中火にして落とし蓋ホイルにします。ホイルをのせて15分ほど煮ます。落とし蓋をするとタレがよく回って味がギュッと入りやすくなるんですよ。はい、15分経ちました。オープン。うわー、とろみがついてる。見て見て、ほらとろーっとしてます。とろーっと薄力粉でしっかりとろみついてますよね。じゃがいもに火が通ってるか確認してみましょう。串で刺してみます。じゃがいも細い串で刺しても食べてみたら硬かったなってことがあるんですよ。なので本当に柔らかいかよく刺してみて、少しじゃがいもが崩れるぐらいになったらちょうどいい硬さだと思います。そしたらじゃがいもから盛ります。ホクホクのじゃがいもになってますよ。そしたらタレを軽く煮詰めてじゃがいもにかけます。とろっとろになってます。じゃがいもによく絡むとろっとしたになってますよ。間違いなしでしょこれ。ネギの緑をのせまして、盛り付けて、いつまでもとろーり、じゃがいものそぼろあんの完